こんにちは。僕の名前は武蔵。このページに遊びに来てくれてありがとう。熱くお礼の言葉を送るよ。みんなに祝福がありますように。だよ。だいぶ秋も深まったっていうのかな。もう10月、僕はまあ食欲の秋なのかなって。前回お月さんにもなったんだけど、食欲はますます出てきて元気にしているよ。そんなわけでちょっとお腹空いたなって思っていたんだよ。そんな時、飼い主の特権とか言ってはんぺんが僕をプニプニしてきたんだ。まあ悪い気分ではないんだけど、そして僕をケージの外へ連れ出したんだ。何か食べるものくれるのかなって。そしたら現れたんだよ。現れたんだよ。思わずパクって食べたよ。はんぺんがびっくりしたんだよ。ごめんごめん、僕はどうも動くものを何でも食べてしまうんだ。そしてどんどん大きくなって、そして世の真理を解き明かす。それが僕のミッションなんだ。それじゃあ動画を最後まで見て、チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録をする。そしていいねの高評価をする。それから応援のコメントメッセージ送ってもらえたら今日はとりあえず完了。そしてまたここに遊びに来てね。検索キーワードはツノガエル武蔵だよ。そしてまたここで会おうね。